ゴッドファーザー、今回ね、株のメリットとデメリットとか面白さとか怖さとか、こういったこっちとこっちの二項対立について何かねお話しいただければいいなと思っております。もちろんすぐにとは言いませんけどもね、まあこういったまあ興味とか関心とかっていうものに関しまして、まあいろんな人のね心をフックすることができるんじゃないかなと思うんですよ。まあ私は株ではないんですけども FX についてね思うことがありまして、まあまずはね、まあ税率が低いってことですよね。まあ今回岸田総理が投資に対しての税金を上げようかみたいなねことを言われてましたし、でまあ引っ込めたわけなんですけども、あらゆる、まあ、お金にまつわるねビジネスなりなんなりの中で、やっぱりね商売をするって儲かれば儲かるほど税率上がっちゃうんですよね。で私の感覚だと、まあ、55% ぐらい持ってかれるなと思ってるんですよ。それからあれですよね、それに加えて住民税とか予定納税とかがあると、大体商売の8割ぐらいは目の前から消えるんですよね。だから仮に1億あったとしても、なんか8000万ぐらいはなんか手元から消えて2000万ぐらいしか残んないみたいな感覚なんですよ。しかも予定納税なんて計算して計算して計算して、まだ上がってない売上に対してお金払うわけですからね、金の先出しなんですよね。納得できないですよねまあでもね、やっぱりこう投資はまあなかなかね店を出すより楽ですよ本当に。まあ工数的には楽なんですけども、投資で勝てるかどうかっていうね大変さがありますよね。まあなんていうんですかね、パソコン1台でとかスマホ1台でってよく言いますけども、株や FX って今そんな感じですよね。で FX もずいぶん長い間普通の人には取り組めない領域でしたけども、2005年ぐらいだったかな、大阪に、まあ誰もができるようになってね、で日々利益を出すこともできるし、テクニカルなんていうのは一定のパターンを覚えるだけですから、それが頭に入ればね、まあ勝ってもいけるなっていうところが分かりまして、商売っていうのは10年やっても20年やってもいつ赤字に転換するか分かんないし、いつ黒字になるか分かんないというね、そういった危なっかしさはありますけども、それに比べると集客をしなくてもいい、販売をしなくてもいい、商品作りがいらない FX っていうのはまあ楽なところが多いなと思うんですよね。在庫に悩むこともないですし、集客っていうのにも無縁ですしね。さあ株っていうのはどういうところにメリットがあってデメリットがあるんですかね。もちろんお金がなくなるっていうデメリットは当然あると思いますけども、その他にですよ、私の FX のデメリットって FX 以外にはその力が使えないことだと思うんですよ。通常商売がうまくいったり商売で失敗しちゃうとすると、なんかね実生活も生きると思うんですよね。例えばお客さんとのトラブルを解決したってなると、日常生活で自分の身の回りにいる人とのトラブルもその解決のヒントになったりとかね、飲食店とかやってて商品作る、メニューを作る、美味しい料理を作ると家でもできるっていう風なね、家でも料理作ることができるし、最近でしたらその美味しい料理をね動画で撮って動画の方で儲かることもできるんですよね。まあそういうことを考えると、やっぱ FX って一人の世界になってしまって、他に持ち込めない力なのかなと思うところがあるかなと。まあ、他にもいろいろと思いつくかもしれませんけども、今日のところはこんな感じですかね。どうですかね、ゴッドファーザーからのメッセージとして、株のメリットデメリット、株のどんなところに興味が湧いてやってるのか、まあ、こんなことをねフリートークで話してみるのも面白いかもしれないですね。それでは本日は以上です。ゴッドファーザー。